自分撮りがソーシャルメディアの世界を席巻する中、スマホ会社は新しいスマホの持ち方やカメラの使用法に適応していかなくてはいけません。どうやらほとんどのスマホユーザーは自撮りをする際に若干頭を右にかしげているんだとか。カメラが左側に位置していることで頭をかしげることでちょうどいい角度になるんです。天才的。これによって自然な仕上がりとなり、写真写りが良くなって撮影者の気分を上げてくれます。携帯の後ろにあるカメラも左側に寄っていますよね。左利きの人には申し訳ないこのデザイン。これは一般的な右利きユーザーを意識した作りになっているんです。山といえばエベレストに注目が行きがちですが、正確に言えば世界一背の高い山はハワイのマウナケア山です。そこから頂上までの高さは10キロ。世界一という称号の足かせとなっている唯一の理由は、山のほとんどが海中に沈んでいるためなんです。月より広いオーストラリア。月の直径は3400キロですが、オーストラリアの沿岸から反対側までの直径はおよそ4000キロあります。幅だけで言えばオーストラリアの勝利ですが、陸地面積で言えば月に軍配が上がります。その面積なんと3800万平方キロメートル以上。うわあ、でっかいですね。チーズみたいにボコボコなのに。アナティダイフォービアは世界のどこにいてもいつでもどこでもアヒルやガチョウが自分を見ているのではないかという恐怖症のこと。この恐怖症を持つ人は必ずしもアヒルやガチョウがそばに寄ってくることや触れてくることを怖がっているわけではありません。ただ単に見られているという感覚が嫌だというだけの話なんですって。どんなものでも人間の恐怖の種になり得ることを示した続き漫画で初めてこの恐怖症が紹介されたんです。恐怖症を引き起こすものは様々です。アヒルが自分の行動すべてを監視しているという感覚は確かに神経過敏を起こしそうになりますよね。発狂しちゃうかも。カラスは人間の顔を認識することに長けており、長い月日が経ってもその人間を覚えていることができるということが明らかになりました。あなたが過去にしたカラスへの対応によってはどちらに転ぶ可能性もある発見ですね。自分を恨んでいるカラスに遭遇するなんてのはごめんですから。皆さんはカラスの区別が簡単にはつかないかもしれません。そのため安全を期して全てのカラスに手でも振っておきましょう。中央アメリカのヨロの町では魚の雨と呼ばれるイベントが毎年開催されます。ただし住民に参加の選択権はありません。毎年5月または6月に集中豪雨が町を直撃して通り中に魚の大群を残していきます。この現象は遠く離れた場所から魚を運んでくる水柱または水竜巻によって引き起こされると考えられています。無料シーフードのお届けですか？お願いします。光の最も基本的な部分である光子が太陽の中核から表面まで移動するのに数千年または数百万年かかるとされています。しかし一度太陽の表面に到着してからは目に到達するまで平均で8分20秒しかかかりません。つまり我々が目にしている太陽光はかなり古代のものということになります。人類の始まりよりも昔に発せられた光ということです。英語の中で出すで終わる単語はたった4つしか存在しません。トレメンダス、ホレンダス、スチューペンダス、ハザーダス。なんだか呪文にしか聞こえないですね。フォークに絡んだ一本のスパゲッティには名前があるんですよ。その名もスパゲット。イタリア語では単語の最後の I は複数を示し、O で終わると単数であることを示します。これは全てのパスタに当てはまります。ニョッキの単数形はニョッコ、フェットチーネの単数形はフェットチーノ、ラビオリ一つはラビオロと呼ばれています。誤ってリンゴ、桃、
梨のステッカーを食べてしまったそこのあなた、心配ご無用。食用だとは言えませんが、食べても問題はありません。他のものと一緒に後々体から排出されるはずです。アメリカでは食品に使用されるステッカーの接着剤が食品医薬品局によって制限されています。とはいえ、食べる前にシールを剥がして果物をよく洗うことをお勧めします。イルカはお互いを示す名前を持っているだけでなく、他の生物にまで名前をつけているんです。水中で泳ぐ人間に対してはどんな名前をつけているんでしょうね。気になるところです。おい、見ろよフランク、けなし猿がまた戻ってきたぜ、ひひ。巷で一番おいしいジャーマンチョコレートケーキ、私のお気に入りです。しかしこの名前はドイツとは何の関係もありません。1852年にこのケーキを編み出したアメリカの焼き菓子職人であるサミュエル・ジャーマンにちなんで名付けられたんです。エッフェル塔は熱膨張を起こすため夏の間に15センチ高くなります。暑い日に鉄が熱を帯びると鉄の粒子が膨張してスペースが増えるのです。太陽系の中で地球と真逆の方向に自転する惑星は2つ、金星と天王星は逆回転します。また金星は太陽系の中で1日が最も長いとされています。1回転するだけで243地球日かかります。赤ちゃん2室の目鳥はパフリングという可愛い名前を持っています。赤ちゃんに餌を与える際、2室の目鳥の親は一度に10匹程度の魚を運ぶそうです。睡眠中、人間は匂いを感じ取ることができません。かなりひどい強力な匂いであったとしてもです。我々の味覚と嗅覚はフライト中 20-50% 低下します。飛行機の食事が段ボールのように感じたり、しょっぱすぎるように思えたりするのはこれが理由。航空会社からしたら都合がいい言い訳ですよね。時計の広告を見てみると、どの広告でも10時10分が表示されているはず。この時間にはポジティブな効果があるとされています。針がその角度にあると笑顔のように見えるということと、そしてブランド名が12の下に表示されているため都合が良いということがその理由。スチュワーデスという単語、実はキーボードの左側だけを使用して打つことができる最も長い単語なんです。ただこの単語自体はもはやあまり使用されていません。多くの人は客室乗務員という言葉を使用します。おいあんたと呼ぶような失礼な乗客の皆様、フライト中に出口からのご退出を願います。最も長い英単語は衝撃の189,819文字。ここでスペルを紹介することはしませんが、チチンというあだ名がついている巨大なタンパク質の正式名称です。口に出して読んだ場合3時間以上かかります。おやつを用意してどっしり腰を下ろしましょう。しばらくここにいる羽目になりますからね。なんて皆さんにそんな仕打ちはしませんって。6文字から構成されるユーノイアは5つの主要な母音を含む最も短い英単語。ユーノイアは美しい思考または立派な精神を意味します。現代の医療界ではほとんど使われない単語と言ってよいでしょう。このような精神の両方をお持ちの方はパラユーノイアなんて名前で呼ばれています。パラノイアとかけたんですが気づきました？ガラス製の弾はゴムボールよりも高く跳ねることができます。ゴムボールが物に触れる際、元の形に戻る前に変形し、その過程でエネルギーの大部分が失われます。ガラス製の弾は一切圧縮されず、跳ねるためにたくさんのエネルギーを保つことができます。速報、カンガルーは後ろ向きに歩くことができません。長い足と重たい尻尾のせいで前へ歩くことも後ろ向きに歩くことも不可能なんです。異常な素早さで左右に動くことは可能ですが、大きくて筋肉質な尻尾があるため
後ろに飛ぶことはできません。ということでぴょんぴょんするしかないんです。地球上で最も孤独な生き物は長い間つがいを呼び続けるとあるクジラでしょう。研究者たちは数十年前にこのクジラの異常な高音の声を感知していますが、返事を受けた形跡は今のところないと考えられています。この謎のクジラが孤独と称されているのは、太平洋に生息する他のクジラがコミュニケーションに使用している周波とは全く異なる周波を使用しているためです。なんて悲しい。一方、コトドリは耳にしたどんな音も模倣することができます。例えばチェーンソーも OK。 オーストラリア出身のこの鳥は他の鳥だけにとどまらず、コアラや犬などの動物の声真似をします。人間に飼育されている場合は車の警報、トラック、チェーンソーの音真似まで習得することが可能なんです。世界人口の 90% は北半球に集中しています。北半球の通りが混んでいることもうなずけますね。クーガーは他のどの動物よりも様々な通り名を持っているんですよ。なんと80種類以上の名前で呼ばれているんです。ピューマ、マウンテンライオン、パンサー、キャタマウント、すべて意味するものは同じ。ボブキャット、オオヤマネコ、ジャガー、ヒョウとは混同しないようにだけお願いします。気分を害してしまいますからね。ほとんどの人は自分の肘を舐めることができません。腕の長さと関節の柔軟度が原因で、多くの人にとってそれが不可能なのです。遠すぎて肘に届くことはできないでしょう。さあ試してみてください。時間を差し上げますから。はい、そこまで。タコとイカは鳥のようなくちばしを持っています。このくちばしは人間の爪と同じ素材からできています。そうそう、ケラチンです。くちばしが通れるものならどんなものでもすり抜けることができるため、脱出の名人と言えるでしょう。君でも叶いませんよ、フーディーに。1年は3100万秒以上から成り立っています。人類は近年になって超小型のカメレオンをマダガスカルで発見しました。体長は 2.54 センチ以下、種くらいの大きさで指先に楽々と乗せることが可能です。ナノリザードというあだ名が付けられています。この発見は科学者や研究者の目の届かないところに、いかに多くの小さな生物が発見されずに隠れているかということを示します。11+2=13って当たり前ですよね。12+1=13。この計算式を英語で書いた時に使用される13の文字は複数の意味でイコールなんです。お互いがアナグラムになっていますからね。うわあ、アナグラム、同音異義語、アナティダイフォービア、どれも言いづらいですね。でも甘さだったら私のジャーマンチョコレートケーキは負けませんよ。